我々が今こう多様性を持ってバラバラになってしまったこの日本をもう一回こう絵画美術を通してどういうふうに捉え直すかというような作品が歴史とともにね展開されている展覧会になっていると思います。まあ、日本という国では非常に大きいですけれども、多方向からいろんな方向からこの日本というのをテーマだったり素材だったりいろんな角度からこう見せているのがこの新ジャパニーズペインティングだと思うので、結構教科書的にみんなが知っている横山大観であったりとか、さまざまな学びがずっとこう通路上に、しかもそれも面白い組み立ての中であるんですね。なので1周2周3周回ってどんどんその日本画ってものに対する理解が深まっていきますし、改めてその見終わった後にじゃあ自分はどこに属しているんだろうとか、そういったことを考える機会にもなると思っているので、僕は僕なりのヒストリーの中で制作した作品が今回たくさん並んでいます。ポーラ美術館でやる日本画の展覧会ですが、全然保守的なものではなくて非常に今の問題を取り扱っているような展覧会になっていると思いますね、はい、日本画というジャンル、油絵というジャンル、そういったことを意識することは、まあ、今はなくなりました。塩でインスタレーションを作るのは好きっていうのは事実としてあって、多くの国にはないけれども日本にはあるもの、そういったものを描いているものが仮に日本画なんだとすると、それは大きく私の作品とのこう距離は近いかなと思いますね。この部屋の見どころっていう点で言うと、やはりその下に敷いていただいた鏡、ミラーですね。ミラーの中で塩のインスタレーション以外のものが一緒になっている状態、もしかしたらそれは鑑賞者の姿かもしれませんけれど、そういう鏡に映った景色っていうものはすごく意識をして作っているので、ぜひ楽しんでもらえたらいいなと思います。江戸期の絵画は割と詳しい方が多いんですけれども、近代以降の日本画ってスポットが当たってないというか、多分美術お好きな方でも詳しい方が少ないジャンルだと思うので、これだけこう数をまとめて、なおかつある程度こう歴史をたどりながら近代絵画がまず見れるっていうことが珍しいことだと思うので、そういうふうに触れたことがないというか知らないものをまず見てみようという、 こう好奇心を持って見に来ていただくと楽しめると思いますし、それで近代を見た上でこういう流れがあって、現代の日本人による日本をモチーフにした、あるいは日本の材料を使った技法を意識した絵画がどういう展開をしているのかというところまで見れる展覧会なので、今の同時代の僕らがこうどういう表現をしようとしているのかっていうのをぜひ多くの人に見ていただきたいなっていうふうに思います。やっぱりこう日本でこう生まれ育って、日本でその自分たちが今ある現実っていうのを体感して、こう表現に表して残していくってことが、自分たちもその含めてこう歴史になっていくというか、今回新ってついてあるので、そのいわゆるこう日本画の岩絵の具を使ってるからとかっていうことではない、これからに向けてっていうのが印字されてる感じもして、絵画の歴史を刻み出していくみたいなのにこう意志というか意欲みたいなのを展覧会から感じられて、感銘を受けたと同時に自分もこれから何ができるんだろうっていうのを深く考えさせられました。日本画っていう言葉自体が僕にとってはそこまで新しい印象がまあなかったんですけど、新ってついているので、まあ、日本画を捉え直すじゃないですけど、新しい見え方ができる展覧会になるんじゃないかなっていうふうには思ってましたね。例えば僕の作品だったりとか他の作品にもあったと思うんですけど、やっぱり素材というか岩絵の具だったり墨だったりっていう昔から使われてきた素材の素材感みたいなものはやっぱり他の展示では味わえないと思うので、まずはそこの他の絵とは違うぞっていうか、そういう空気感みたいなものを味わってもらえたらいいのかなっていう感じです。普通に日本画っていう言葉を、まあ、今現代の美術ファンの方々はどう捉えるかなってまず考えたんですね。ちょっと古臭く感じるかもしれない、まあ、固定観念みたいなのはあると思うし、タイトルに日本画という言葉をまず使いたくなかった。じゃあどうしようかっていう時に、フェノロサが言ったジャパニーズペインティングっていうのは当時日本国内で見られた日本の絵画全般を指すものだと思うんですけども、まあ、今回の展覧会では、まあ、そのフェノロサの見たもの
また思い、そういったものは継承できるようなものにしたいと。新というものは何か意味するところがあるとすれば、新しいとか真実のとか神聖な神がかってるといった意味がもしかしたら感じられる、そういう今の現代の日本画にはそういった意味を含むものがあるんじゃないかと期待するっていう気持ちからこのタイトルが生まれました。